結構軽いことで嫉妬しちゃうんです。それこそ男女で2人で話してたりしてもめっちゃ嫉妬とかしちゃうから、それをどう嫉妬しないようにするかっていうのはめっちゃ悩み事する。そう、でもそれはあゆみが決めることなんじゃない。あゆみが嫌なやったら直すべきやけど、嫌じゃないなら別に直さんでいいやん。え、嬉しいっすか。賞味賞味かわいいなって思っちゃうよね。はい、解決です。解決しました。解決しました。直さなくていいです。